はい、エジプト考古学者の川井です。今回は、なんか、広い机が用意されてるんですけど、ここでなんかしないといけないみたいで、ですね、うちのアヌビスが、なんか私にしてほしいことがあるみたいで、なんか、タイ米をはたいて買ってきたみたいなんですけど、ちょっとアヌビス呼んでいきたいと思います。アヌビスみたいな。なんじゃこれって感じですけど。すごいですね。これですよ、これ。レゴです。すごいですね、このレゴ。ピラミッドのレゴです。やばいですね。ですよ。こんなレゴ売ってんですね。なんか、数ヶ月前になんか発売されて、ちょっと話題になっててですね。へぇー。買っちゃいました。いや、これはすごい。なんか、グレートピラミッドオブギザって書いてます。ちょっと見ていいですか？すごいな、これ。これ自分でやりたい。はい。わかるかな？ここにね、あのヒエログリフが書いてあって、さっき見つけたんですけど、これアケトクフってクフの地平線で、ピラミッドの本当の古代の名前がちゃんと書いてあるっていう、なんか見るからにすごいでしょこれね。ですね。なんかね、裏もね、うん、すごいんですよ。なんか こんな形になりますよっていう、こんな、うん、でここのところもう内部こんなんね、これ作るんですか今から。はい、作りますよ。最初は自分で作ろうと思ったんですけど、ええ、これはでも第一人者の川井さんが作ったらね、おそらく一番詳しいと思うので、作ったら最速で作れると思うんですよ。まあ私ピラミッドこれレゴ詳しいピラミッド詳しいですね。もうむちゃくちゃねもう知り尽くしておられるので、まあ、これはこのパーツは大回廊みたいな本物の石はここだと分かるからこれレゴみんな一緒の形だよね。なんでちょっと今日ぜひチャレンジしていただきたくて、これ終わるんですかねドキドキしますけど、もうしっかり何ですか、時計も用意しましたので。時計も用意してるんですね、はい、すごいですね。じゃあちょっとせっかくなので、はい、開けてみたいと思います。これで開けていいんですかね。あ、どっからだ、ここからみたいですね、はい、すごいな。なんかもうここから開けるところからね、開けれないみたい、爪がなくから開けれないみたい。いやすごい、なんかどんなのですよね。あ、焼けちゃった。あれ、開きました。開きました、ね、はい、あ、どうぞ。あ、片方だけでいいか。片方だけで大丈夫です。おー、すげーよ。もうさっぱりわかんない全然わかんない。5、どこが書いて。おー、すごい、1だって。これは東側の何段目とかわからないですか。全然わからない7ですよ、7。すごい、番号ちゃんとついてる。8、2個がこれ全部バラバラにしたら絶対わかんない。すごいです。設計図とかあるのかな、多分これね。うわ、めちゃくちゃ多いですね。すごいな、これ何ピースでしょうね。すごい。わかんない。すごいすごい。うわ、すごい。設計図もあるのかな。あ、すごい、これね、見てください。この辺もこだわってるかも。1470、多分6ピースなんですよ。1476。ええ、で、多分これね、勝手に私の想像では大ピラミッドの元々の高さが140メートルちょっとなんでね、それを表してないかじゃあちょっとすごい設計図があるんですかね、これね。よくわかんないですけど、開けていいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、でもあの、ね、本当の使われた石の数よりほんのちょっと多分少ないんで大丈夫です、ね、230万だったら大変ですね。すごいよこれ、見てください。かっこいいですね。かっこいい、それはかっこいい。めちゃくちゃかっこいい、これ。こんな感じ。これでもうなんかね、設計図でなんかもうこれがめちゃくちゃ凝ってる感じ。あ、でも一個見つけました。あれ、これの最初の、うん、これってカフラーじゃないですか。これカフラーですね。なんでカフラーなのかちょっとわかんないですけど、ね、開けとくふって書きながら、うわ、すごい。これ無理じゃないですか、ね、これ絶対、ね、数日間かかるやつですよ、これ。数日間。絶対数日間かかりました、これ。3とか4とか、これ、ね、何ページあんのこれ。すごい。ちょっとやってみますけど、これ終わんねえよ、絶対。170、ページ数169ページあるの、なんとか。すごい。うわ、すごい。170ページありますよ、170ページ。ああ、
すごいですね。あの1ページ1分でやっても170本かかります。パッと見シンプルで簡単そうなんですけど、ね、そうではなさそうです、ね、ちょっとでもせっかくなので、はい、ましょうか。よし、千里の道もね、一個のブロックからで、これ別々でやるんですよ。ということですね。1からですね。1からですね。今もう測ってるんですか。あ、測ります、ね、測ります。測るんですか。じゃあ行きましょうか。いいですか。はい。はい。測ります。スタート。絶対終わんない。すごい。1をまずばらして。レゴはね、好きなんですけどね、私もね。うわ、何この1、こんなちっちゃいのもあるよ。もうこんなの絶対わかんない。いや、すごいなぁ。すごいすごい。1、2。もうすでになんかパーツ見つかんないですもんね。2が見つかんないですもんね、2が。これなんでこんなってんのね。あ、じゃあ私パーツ探しますよ。じゃあ、アヌビスと共同作業でいきますか。これ合わないんだけど言ってるそばから合わないみたいな。あれ、なぜ合わない。こうなるはずなんですけど。あ、これでいいのか。あ、これでいいんだ。あ、大丈夫だ。お、よかった。実際のピラミッドもこのレゴみたいに、この石はここ、これはここみたいな、最初に図面と場所決めてやったんですか。ないですね。実際はここに合うようにここで削ってこう、あー、なるほど、やっていく形なので、あ、ないんですよ。とりあえずボンボン持ってきて、その場で合わせてはめていくんですか。そうそうそう、その場で合わせるって形ですね。あー、なるほど。こういう細かい仕事得意ですか。仕事してないですけど、作業は。考古学でこういうのに結構女性が好きな人多いですね。あの土器の土器片をこう全部ひっつけるとか。あら、あれ、その人すごいですよね。ねえ、なんか、ああいうの好きな人、本当に好きな人多いですね。復元のあれですよね。バラバラのやつ。そうです、そうです。バラバラでやる人とかね。確かに、確かに。バラバラのパプリスをつなぎ合わせるとかもですよね。そうです、そうです、そうです。そういうのは専門の方がいらっしゃるんですか。専門いますね、やっぱり。もう、それを淡々と、する人たちが。エジプトの土器の専門家とかも、やっぱりそういうのをよく学んでやってますね。これでいいのか。で、このところでまた、河合さん掘ってきて、なんか出たら、ええ、出ましたって係ですか。そうですね。私はやっぱりなんかその最初に、発掘チームに加わるとき、本当に自分が何をしたいかみたいなことになるんで、はい、専門家でその土器のことを扱うのか、うん、なんかそれこそ石器を扱うのかとか、動物の、うん、私やっぱ掘りたい人だったので、出てきたものを分類分けして、それを専門家、上の倉庫の人たちに渡すみたいな感じですね。それに対して本当にできる人たちが、じゃあそこから考えていきましょうということで復元をしていったりする、そんな感じですね。だからもう本当好きじゃないとやってらんないです。でも面白そうですね。まあでもそれこそ専門家の中にも、なんでしょうね、どう植物の肺とかを調べてる人がいて、肺層とか、あとそういうところからやっぱり見ていると、なんか 99% ぐらい同じものしか出てこないのをずっと延々と見てる、いや楽しいのかなとか、ね、本当思うんですけど。じゃあ各専門家が部門でこう出てきた、出されたデータとか成果をもとに、そのよくわかんないですけど、マエストロ的な方が研究成果にするんですか、まとめて。そうですね、最終的にそこのところをまとめて、まあ私とかがやっぱり出てきたものをもう一度フィードバックをもらって、報告書をまとめて、でその報告書をまとめた後に、今度はそれをレーナー先生が、さらにそこからまた展開していくみたいな、形になりますね。
間違えた。じゃあの階層というか段階があるんですね。ありますあります。そうですそうです。うん、あのやっぱその中で段階一つずつ一つずつ踏みながらやっていくので、結構やっぱりそういう意味では本当に何かパッと出てきてそれをすぐに理解するみたいなことじゃないですね。そうなんですよ。あ、続いて今まだこれ、これ今6ぐらいに来たんでしたけどこの袋。2じゃないですか。2でした、ね。まあ2ですね。3があるんでこれは。すごいな。ちなみに8まである。8ですか。はい。8まで。やばいなこれ。ようやく今下のここですよ今。今ここまで来ましたね、まあ、画面出しますか見えてないんで。いやすんごい今何ここ、今ようやくここまで、ここまで来ました。ここまで今ね頑張ってこの辺この辺まで今何分ぐらいですか。今50分。いやすごいな、1時間かけてここまでだよ。いや誰だこの企画考えたやつ。タイムラプス動画です。ないな。おお、俺頑張った。1時間頑張ったよ俺。心折れかけてる。すごい。1時間で頑張ったよ。1時間頑張ったよ。じゃあここからは花火共同作業でいきますか。半分ずついきましょうか。はい。よし。これはなんだ、スフィンクスか。いや、じゃないな。なんでしょうね。ここまで来ましたよ、約今。何ですか。あ、スフィンクスじゃないです。スフィンクス参道ってことですね、これ。スフィンクス参道か。ようやくスフィンクス参道ですよ。よし、じゃこれはまた違うんですね。はい。はい、いろんな世界が、はい。いろんな世界がありますね。これが3。はい。1、2、3。違った。1、2、3か。5か。これが6。はい、これは細かいな。4、スフィンクス参道なんかありましたっけ。ないですね。ないですよね。うん、これはちょっと空想の世界ってね。うん、1、2、3、これが3。ああ、スフィンクスできました。できました。スフィンクス、スフィンクス、ああ、いいですね。見えるかな。スフィンクス、スフィンクスです。おお、スフィンクス、これがスフィンクスです。これがスフィンクスだみたいな。シンプルですね。あ、これだ。あ、スフィンクス壊れた。スフィンクス壊れました。ここで、そして、あー、なるほど。こうか。あー、なるほど。そして、こうなの。あー、そして、これが、こうなんだ。あー、なるほどね。で、スフィンクス、こうか。おお、細かいスフィンクス。バズムできたスフィンクス。スフィンクスです、スフィンクス。スフィンクスが思ったよりハードですね。ハードですね。1個開けてスフィンクス。6つありますか、これ。あ、3つですね。3つですね、スフィンクス。じゃあ作りましょう、スフィンクス。おお。今度何ですか、これ。細かい。家だよ、これ。家。あ、でもこれあれじゃないですか。ピラミッドタウンじゃないですか。ピラミッドタウンですよ、今度。今度、ピラミッドタウン。そこも、もう、ここはもうまさに専門。いや、アヌビス、その、専門に任せないから。私ですか、私です。いや、アヌビスもやってください。ぜひ専門やってください。専門家がね、これは恐ろしい、ね。こっち作ろう。よし。こっち、トントン。これは、もう、発掘より根気がいるぐらいだ。発掘より根気がいるかもしれない、ほんと。おお、すごいな。4まで来たよ、4まで。4です。今1時間。これ3時間かかるんじゃないこれ。やばすぎ。2時間で半分じゃないですか、これ。2時間で半分で4時間コースじゃないですか、これ。一般の人がやったら10時間ぐらいかかる。ああ。これやっぱりエジプトに行った我々が、やってるので。河合さんだからここまで1時間半で。はい、1時間半で。多分、レゴの公式の下も見てびっくりしてます。こんなに早いのかみたいな。びっくりしねえよ、みたいな。早すぎる。すごいな、もうなんかもう、
ねえ、もうごめんなさいって言いたいです。おー、これ石棺ですか、まさか。おー、すごい、見えないところですよ、これ上塞がるんで。いやすごいすごい、このもうミイラですよ、ミイラ。じゃあこれ入れないとこんなのか、ね、ミイラも入んないのか。こっちが来る、このミイラ。あ、すごいですね、すごいですね、結構細かいな。これこれが8ちゃんちゃん、よし行ってみましょう。よし、あーこんな感じで、あーいいじゃないですか。なんかこうなるとちょっと楽しくなってきますね。そうですね、ね、ちゃんとやってやって嬉しいというか、そうそう。あ、最後ピラミディオンがこうかよ、ピラミディオンですよ、ピラミディオン、ピラミディオン。あー見るな、このピラミディオン。これね、完成。よし、あのピラミッドです。はい。はい。いきます。あ、すごいな。見えないとこに石棺まだありました。すごいな。終わったぜ、みたいな。まだ終わってないから。ああ、すごいすごい。そこで。おー。ここですか。よっ。よし。スフィンクスもピラミッドも。ああ。今、こんな感じです。あ、前景が。こんなんですよ、こんな。すごいすごい。なんか次はね、次は拷問、なんかもう、もうなんかもう拷問、こんなんですよ、こう拷問、拷問ですよ、もうこの通りにヤシの木並べて、あ、そういうことですか。ヤシの木並べ、うぅ、ヤシの木だ、まだピラミッドまで到達してねえよ、みたいな。なんですか、この、俯瞰ですか。すごいですね。わかりづら。わかりづら、17個。何17個っての。すごいな。ね、すごいですね。すごいですよ。これも100万再生いってほしい。いってほしい。今まで最高労力です。最高労力ですね。ねえ。ですね。これ買ったの誰でしたっけ？すいません。これは投げ出すわけにいかないです、アズビスね。そうですね。安易に持ち込んだら大変な案件でしたね、これは。ついにでもあれですよ。はい。来ましたよ。ついに来ましたよ。ついに。いやー、よかったですよ。やっと。見てこれ。やっと。ついにこれ。今からです。今からようやく見たんだよ。2時間どうだい。すげえよ、俺。どうだい。どうだい。ああ。よし、ぱっと見これ2時間なんて全然わかんないぐらいですね。思いませんね、やっぱり土台に一番かかるんですよ。あ、この行きましょう。なんかもう楽そうじゃないですか、ね、あとはもう専門家の本領関係ですけど、もうちょっと専門外だったと思うんですよね。いやそうですね、この辺はね。よし、行きましょう。はい、これをここ、おー、なんだこれは。あ、わ、これあれですね。何ですか、あの上昇回路、入り口から。あれ、おー、おー、こんな感じか。ここ、おー、すごいすごいすごい、ここ、これ、あー、そういうことですか。わあ、すごいな、なんか専門家よりすごい分かりました。あー、ビスもやるじゃないですか。あ、もう専門家もう任せます。観光客、いやー、すごい。
これピラミディオン、あピラミディオン、そしてこれを傾斜路です。この傾斜路にカチッと引っ付ける、あ、ね、そういうことですか。おお、あ、引っ付いた引っ付いた、おお、動くんですか。壊れちゃった。高い。こう、え、でも動くんですよね。動かなそう、え、動かないと、動かないと、あ、ん、ん、なんで動かないんだろう。傾斜路が浮いてます。傾斜路が浮いてる。あ、何ですか。なんで動かないんだろう。そそあれ、あ、これごと外れた。傾斜路ごと外れた。傾斜路浮いてるけど、傾斜路ごと外れる。あんな感じなんですね。斜めってますもんね。なんでこれ斜めにならないんだろう。あ、あれと、あ、これ逆だった。こうじゃない。あ、間違えた。これが私逆ですね。逆につけちゃった。専門家が間違えるなら誰もが間違えた。誰もが間違え、そういうことですね。はい、あの古代エジプト人も間違えた。間違いないです。古代エジプト人もなんかごちゃになっちゃった。もうなんか取り返しがつかないことになりそう。これがどうなってたんでしょう。乗せますか、アヌビス。はい、なんかあのあれみたい、パパパパ共同作業だ。あー、すごい、はまりました。はまった、はまった、すごい。なるほどね、こういう風になってんよね。そうか、これ全部覆いかぶさると思ってたらそうじゃないんですね。ですね。こっちがこういう風に見える感じ。こんちゃんとこの晴れもありますね。ね、そうそう。で、こっちから見るとピラミッドを今からね、こう作るんです。行きますか、最後。はい、すごいな、3時間だよ、3時間、4時間ぐらいかかったの。じゃあ化粧板ですね。化粧板ですね、次はね、化粧板、化粧板、これです、これ行きましょう、これ。これ行きましょう、よっ、行きましょう。はい、おお、うん、すごいぜ。うん、めっちゃ頑張ってる。そして2、よっ、おお、もうすぐだ、ピラミッド4、そしてここ、おお、最後もうちょっと。そして1、何がこれで、こうか、こうか、こうか、わー、すごっ、黒がついに、あれ、ちょ、あら、これですかね。あー、それですね、最後ですか。最後でした。で、2ですね、はい、これと、あ、こっちか。最後、お願いします。あ、行きましょう、はい、お願いします。ベベベベーン、ベベベベーン。おー、できましたよ、これ。すごいなー、すごいですね、もう中こんなんでしょう、これ。すごい、うわ、すごい、すごい、そしてそれ、あ、これ上に乗せるんですね。まだありました。まだありましたね。ここちょっと乗せましょうか。はい。なるほどな、すんごいな。行きましょう。はい。これそのまま乗せたらいいんですか。どんな感じ？あ、普通に。あーあー、すごい、すごい、すごい。うわ、すごい。すごいですね。これはすごい。
バーンって倒したら怖いね。これですよこれ。後ろは。ああすごい。こんな。カチッとしたら噛み合うんですか。ね。あでも完全にカチッと噛んでる感じなんですかね。怖いな。怖いですね。うん、カチッと。カチッと。あ、はまりそう。あでもはまらないような感じでこれが。ああ、つけられてるんですね。ですね。あ、わざとですね。外せるように。あ、すごい。すごい。そして最後、最後が、はい、オベリスク。この時代にオベリスクはあったんでしょうか。オベリスクはこの時代には多分なかったはずですね。わかんないですね。中央国時代のオベリスクを発見されてるんですけどね。最後オベリスク、ここですね。ドン。トントンこうですよね。で白白あでオベリスクのてっぺんがこれか。ああこれで完成。オベリスクはい。あオベリスクもちょっとね、はい、いきますオベリスク。オベリスクをここでここかこの辺かなあれ行こうかな。大体でいいですかね、はい、オベリスクが可愛いです、ね、オベリスクちょっと最後ちょっとダーンとか言ってちょっとまあいいかはいオベリスクはい、はい、あまだ太陽の船まだ太陽の船があったよ、ね、ちょっとなオベリスクなここじゃないみたいだから頑張るなんかなかまだ許されませんね。お、太陽の船で終わりです。太陽の船で終わりですか。はい、太陽の船に2層を作ったら終わりです。おお、すごい。あ、まあ、いいかオベリスクここで。大丈夫です、うん。はい。はい。エジプト人も完璧じゃなかったし。よし。さあ、こんなんか。もうちょい。よし。この辺で最後。すごいこんなんですね、はい、よしじゃあ太陽の船作りますか、はい、太陽の船2層作りましょうちっちゃいのが1個これがこうつけていいよどうぞ、うん、うん、これなんだこれなんかあこれかいいよあ一層ですか。一層ですね。2種類ありますね、多分。なんで、あなるほど、じゃあどうぞ。あ、そしたら、すみません、ちょっと外しますね。こうって、こうか。そしてこの上にちっちゃいのを、あら、これか。これを乗せて、そしてこのなんか謎のものをやって、そして。こうこうこうかあ違うなあただの石箱ただのって言っちゃう石箱部運搬船っぽくないですよこれが石でああ運搬船ですね確かにあの違いますねよく理解しますねありがとうございます、はい、すごいなそしてか当時沈んだ船もいっぱいあるでしょうからいっぱい沈んでそうですね当時運んでそうなんですよねその辺をこうかこれでいいんですねおー本当だでこれをどっかに置くんですねこうやってですねあ置くだけですねああ動くだからあいやだからこの突起が残してあるんですねああそこにはまるんじゃないですかここにはまるああ、すごい。そっか。ああ、すごい。OK、そして、あ、今度でかい方ですよ。あ、でかい方ですね。わかりました。でかいのを、じゃあ。完成。ですよね。ついにできましたできましたストップしていいですかしばらいよっあっちあああほうが
お。ああ。いいや。はい。お。終了。します。ああ。3時間35分。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうぜひ買ってください、これ。そうですね。で、ぜひこれ試してみてください、本当に。多分皆さんがやると、1日がかりですね。間違いないですね。多分ね、数日かかりますよ、これは。もうやっぱり現地を知り尽くした我々だからこそ、そうです。できたという、ね。信じられない速さでできたと思います。信じられない速さでできましたね。ですね、いやお疲れ様でした。本当に。面白かったですね。いや、面白かったですね。すごくこれ、真っ二つになってんだな、ね。なるほどな、面白い。もう一個作ったら一つになりますけど。いや、勘弁してください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では皆さん、ここのところ頑張って作ってください。